アジアのロバは、哺乳後期ヒズメモクウマカウマ族に分類される木、ヒズメ類。インド北西部、イラン、中華人民共和国北部、トルクメニスタン、モンゴル南部、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アルメニア、イラク、ウクライナ、キルギス、クウェート、サウジアラビア、シリア、ジョージア、タジキスタン、トルコ、ヨルダン、レバノン、ロシアでは絶滅。イスラエル、ウズベキスタン、 カザフスタンに再導入。体長200から250センチメートル。お腹30から49センチメートル。肩高100から140センチメートル。体重200から250キログラム。縦紙は発達せず、お先端の体毛もあまり棒状にならない。全身内側にタコがあるが、講子にはタコがない。体色は単光色や赤葛色。縦紙や お先端の防毛,毛は黒か色。背には小中線に沿って黒い筋模様が入る。次回は小型。アフリカのロバと比較して、ひめは幅広い。和名はオハラ、英名は2016年現在の IUCN に従う。エキスヘミナスヘミナスパラス。1775次下代大。モのロバモンゴリアンクーロン、モンゴル北東部に自然分布していたが絶滅。 中華人民共和国に飼育個体が生存している。エキス・ヘミナス・ヘミパス・アイナフは、1855シリアの、ロバ、シリアン・ワイルド・アス・イラク、イラン、サウジアラビア、シリアエキス・ヘミナス・カー・インドのロバ・インディアン・ワイルド・アス、カー・インド北西部エキス・ヘミナス・クーロン・クーラン・クーロン、タークミニエン・クーロン・トルクメニスタン・エキス・ヘミナス・ルティアス、マチ 1911語尾のロバ語尾砂漠及びその周辺エキスヘミガスオナゲルボタート1785オナガーイラニアンオナガーオナガーパーションワイルドアスイラン北部及び中南部半砂漠地帯や荒レ地などに生息する一頭のオスとメスや生後2年までの幼獣からなる6から12頭の小規模な群れを形成し生活する以前は周期に小規模な群れが集まり 100頭以上の大規模な群れを形成することもあった。カキは高地で生活し、冬季になると風を避けるために河川沿いや谷間へ移動する。短距離であれば時速60から7 0トルで走行することができ、時速40から5 0トルの速度を維持しながら長距離を走行することもできる。植物の豊富な環境では草を食べるが、乾燥地帯では、 この葉も食べる。繁殖様式は体制。繁殖期になると、メスをめぐって、オス同士で早ひずめを使い争う。妊娠期間は331から374日。春期から初夏にかけて、幼獣を産む。授乳期間は9から12ヶ月。幼獣は、生後2週間で母親と一緒に走行できるようになる。オスは、生後4年。メスは、生後2から3年で。 生成熟するが、通常メスは、生後3から4年で初産を迎える。寿命は飼育下で22年10ヶ月の記録がある。ジゲダイシリアノロバインドノロバクーラン、オナガーシメール人は本種を家畜として飼育していたと、される。内臓が、薬用になると信じられている地域もある。開発による、生息地の破壊、食用や薬用、皮用などの乱獲。 家畜との競合などにより、生息数は激減している。E.H. ヘミナスジゲダイ N.E.A.R. セレットンド、ワシントン条約付属所 i E.H. ヘミパスシリアのロバ1927年に、絶滅したとされる。Extinct E.H. クルインドのロバ1991年における、アッシュインドのロバの生息数は2072等とされる。N.E.A.R. セレットンドワシントン条約付属所。 i EH クーロンクーランアシュクーランは絶滅したと考えられていたこともあった。エンデンジャード EH を投げるオーナーがエンデンジャード。ありがとうございます。